直樹の栃木旅では、栃木の観光名所や名物をご紹介しています。私がレンタサイクルやバスに乗って、栃木のあちこちの観光名所をね、投稿してまいります。それ以外に、栃木の定石や、登山系のハイキングもね、挑戦していますので、ぜひね、応援、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。おはようございます。直樹です。本日ですね、2024年の5月の13日、月曜日でございます。本日もですね、フリーターの一日を、撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ただいまですね、朝食食べまして、これからストレッチをね、しようと思いますが、その前に、ね、私ね、4日前に髪の毛を切りまして、2ブロックにしたんですね。結構ね、いけてるっしょ。まあ、自分で言うのもあれだけど、美容師さんにね、いつも切ってもらいまして、いい感じに仕上げてもらいましたよ。なかなかね、私ね、これ気に入ってますよ。それではね、ストレッチをやっていこうと思いますが、まあ、例によったら同じルーティンでございまして、まずはですね、首を回していきます。左右に5回ずつですね、回していきまして、ゆっくりね、回していきます。そして反対側ですね。よいしょ。で、次終わったらですね、肩をね、回していきます。やっぱり肩をね、回しますと、やっぱりね、血流がね、だんだんね、良くなりまして、やっぱりね、作業もね、はかどりますね。まあ、これは、まあ、10回ぐらいでいいかな。うん。よいしょ。まあ、こんな感じで、回せばいいというわけですね。それではですね、今からね、旅行地理検定のね、問題集でもね、解こうかなと思っておりまして、これからはですね、初級をね、解こうかなと思っておりますが、初級ね、なかなかね、まあ、簡単でございまして、これをやっておれば間違いなくね、高得点は、まあ、取れるというわけでありますね。これからね、勉強していきまーす。これからですね、勉強終わりまして、動画編集をしようかなと思うんですけど、昨日ですね、足尾山に観光していきまして、その様子をですね、編集しなければなりません。このビデオカメラで撮影したやつをパソコンにね、こっちに乗っ取って、これからデータをね、移し替えて編集していくというわけですね。結構ね、素材がね、あるんですよね、大量に。この素材を使って編集していくというわけですね。結構ね、時間かかるんですよね。ただいまですね、12時57分であります。これからね、タイに行ってこようと思います。動画編集ですね、まだ3分の1しか進んでないんですよね。結構ね、動画編集って時間かかるんですよね。まあ、半日6時間以上あれば1日はね、かかることもあります。結構ね、大変なんですよ、動画編集ってね。うん。ただいまタイミング終わりまして、ツルハドラッグで買い物をしてまいりまして、ギャラカシカンブラシとですね、
タケノコの里をね、買ってまいりました。柔らか歯間ブラシですね、私ね、食べかすが詰まりやすいんですよね。で、これを使うことで、除去しやすいという機会がありまして、来週あたりにね、歯医者に行こうかなと思っておりますね。私、年1回ですね、定期検診しておりまして、やっぱり歯の予防で大事ですからね、このためにね、買ったという機会がありますね。はい、ただいまお家に帰ってまいりました。こちらのですね、タケノコの里を食べてね、動画を終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。